これ。今一押しの店長一押しの。結構進めてるんですけど誰も分かってくれない。ここまでの熱い思いを誰も分かってくれない。結構これ好きなんですけどね。それはね言われてて乗って初めて分かったんで。ちょっとスポーツカーのジャンルに入れ直しますよ。はい、これとあとマーチ。マーチニスモと、最高。はい、ということで。ただいまノートニスモの試乗してきました。すっげー良かったです。超良かったです。店長これ超良かった。超いいっすよ。超良かった。ノートはめちゃくちゃいいっすよ。めちゃくちゃいいよね。なんかねめちゃくちゃいいっすよ本当に。ニスこれニスモです、これね、なんだろうね、すごくね、これめちゃくちゃいいっすよ。なんだろう、すごい車の完成度が高いっていうかね、なんかねちゃんとしてる。すごいちゃんとしてます。すごくバランスとかなんかそういうのがすごくこうちゃんとしてる感が、すごいちゃんとしてますし、あと剛性感もマーチより高いですし、結構これ並べてると、まあ、ノートとヒットと水筒、まあ、あとマーチもっていうところで考えられる方って結構多いみたいなんですけど、意外にエンジンも気持ちいいし、気持ちすっごいレスポンスいいよね、これね。はい、速く気持ちいいね。色も実は結構この色珍しいし、結構皆さん黒と白ばっかりっていうか、グレーというかガンメタっぽいのも珍しいし、すごいね。あとこのままサーキット行っても全然楽しめちゃうんで、それでもし仮に物足りないなっていう方だったら、これ何インチューニングパーツもアフターメーカー出てる。ああそうか、いじっちゃっても大丈夫ですし。そうかそうか。なんかただ悔しいのは個人的になんですけどね、やっぱりこの辺りの車、マーチもこのノートニスマーチニスモ S もノートニスモ S も、皆さんやっぱ比較されるのがスイフトになっちゃうんですよ。分かる。簡単な直帰の速さっていうところだとやっぱスイフトになっちゃうんですよ。33あの現行の1個前あたりのまあターボになったかなとか、あと金額で言ってもやっぱりスイフトの方が車重がやっぱりちょっと全然軽いんで、マーチとマーチ、まあ型にもよりますけど、マーチって確か1トンちょうどぐらいなんで、それ切っちゃってるんでスイフトになると。なるほど。でもまあこれ、まあ僕もスイフトを買って乗って持ったことはないんで何とも言えないんですけど、まあスイフトもすごく速くて軽くていい車なんですけど、実際乗るとやっぱりちょっとすごいいい車なんですけど、スイフトの方がやっぱりちょっとチープな、そう、ね、おもちゃ感がね、楽しいおもちゃはスイフトだけど、走る車に近いのはなんかねこっちなんだよね。で乗った時のやっぱバタつき感だったりとか、実際の日常の足とかちょっと高速で遠出したいよね、なんていう時なんかだったらこっちの方がやっぱりゆとりがあるんで、あるツーリングじゃないですけどロングドライブなんかもこっちの方が楽だと思うんですよね。シートなんかもいいですしね。そうだから隣の人に全く分かんない女性を乗せても、文句言われないと思うんですよ。言われないでしょうね、こっちは。でもサーキットとか峠とか行ったとしても、ちゃんと走ってくれるっていう。走るし楽しいですよ、これ本当に。あとだからそう完成度すげえ高いなって思うんですよね。あとはやっぱ今、ね、ターボがスイフトもシルビアとか、うちのスカイラインとかも扱ってるんであるんですけど、皆さんやっぱターボのドンっていう独特なブーストかかってバーっていう加速にやっぱりやられちゃう方多いんですけど、ちょっと暴力的な加速ね、はい、スイカなんかもターボ付きのやつとかだとやっぱりそこにやられちゃってっていう方も多いと思うんですけど、まあ、確かにトータルの速さっていうところだったらそっちの方に軍配はあるんですけど、ただ、まあ、これノートとかマーチにします、まあ、ノートの方がパワー出てるんですけど、これそのまま回転数合わせて NA 独特のブンブンアクセル踏んで回してギア変えてハンドル切ってっていうこの一連の動作で気持ちよさとかナチュラルさっていうのと操ってる感っていうのだと、
でなおかつ日常のそのマイルドさ角が取れてるっていうのだとこっちの方が僕個人的にはこうなった、うん、すごいちょっとね衝撃でした。意外にできる、うん、これねできる子ですよ多分意外と。意外にマーチニスマイスもノートニスマイスも結構好きなんですけど、うん、なんか今動きはあんまり良くないですか。へえ。しかもこれなんかこれしかも1万7000キロしかしてない。へえ。全然良かったね。全然いいですよ。かっこいい。ね、この辺もね GTR と同じように赤いライン入って。うん、かっこいい。GTR だけがニスモじゃないんですよ。GTR だけがニスモじゃない。あノートもニスモだった。ノートとマーチも十分ニスモなんて。ちょっとしかもこれ保証とかもまだ全然つけれちゃったりするんで。そっかそっかそっか。そうだよね。この辺考えたら選択肢の中には入れても全然入れていいよね。はい、これだってあの ND のロードスターの、うん、RF じゃない方普通の、うん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 、素の方でだって一応車重で確か1トン前後で、うんうん、あれ120馬力ですよ、ね、うんうん、これ140馬力ぐらいです、ね、そうだよね、そうだよね。もう平べったいところで用意どんやったらこっちもちょっと早いくらいなんで、なんかそんな気がしたんですよ。結構見た目でアレルギーになっちゃう人多いですけど、うん、食わず嫌いだと一歩踏み出して乗ってみるとそうすごいね、これね超面白いわ。面白いですよ、これね。のちょっと一回乗ってみてもらいたいね、本当に。あ、まあそうですね、うん、本当に乗らないとわからないわ。わかんないです。あの結構穴場的な車ですよね、うん、なんで、うん、国産車だと、うん、一応みんな気にはするけど、いろいろスペック紙の上でのスペックとか、うん、ネット上でのスペックだけ見て結構ふるいにかけて落としちゃう車ですけど、これは本当乗らないと良さわかんない。多分今逆に持ってる人とか良さ多分すごい知ってると思います。そうですよね、うん、そうですよね。絶対乗ったらわかるその良さですよね。あ、もうそうです、そうです、うん、これはね、いい、多かった。いいっすよ、ね、だから、ジャンルがスポーツカーのジャンルに入ってないのかなっていう気がするんですよね。そうなんです。だからみんな、あ、なんかスポーツカー欲しいよねって言った時に、まあ、ロードスターとか、はいはいはい、はい、うん、ではシルビアとか86になっちゃいますけど、そのジャンルの中にね、これ入れたいね。入れたいですね、うん、ノートニスモって言って。いや、そうなんですよね。もう、うん、走るのスポーツカーだと思う、うん、本当に本当にそれは感じました。本当によくできてるなって。これに関してやっぱできて乗った時はびっくりしましたもんね、やっぱり。まあ、ここまで昨今ホットハッチって呼ばれてたり、うん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 、ボーイズレーサーみたいな言われてた、まあ一株のシビックとか、あの辺が今ないからもうシビックもすごい大きくなっちゃってやだなみたいな、うん、で昔のシビックも同じぐらいしか馬力出てないですし、うん、そうね、重量も同じぐらいですし。そうだね、そうだね。今天禄の NA ってないもんね。今もう本当にこれとスイフトぐらいな。そうだよね。でもうあれスイフト天禄だっけ、ちょっと前のやつが天禄、ちょっと前が天禄で今1400のターボですね。そうだよね、はい、とかなんで、だからもう今ちょっと視点を変えるじゃないですか、うん、ちょっと見方変えると、うんうん、昔のシビック、例えばまあ EF とかあの辺も確か160馬力ぐらいはパワー出てましたけど、うんうん、まあ1トンちょいちょいぐらいの車重で、うん、まあ、僕も140馬力で1トンちょいちょいぐらいなんで、うんうん、まあ、当時の馬力の算出方法と今の算出方法とかも異なってきてることを考えると、うん、意外に速いんじゃっていうのと、面白い車ですよっていうところ。面白い、面白かった。ちょっと衝撃を受けた。衝撃っすよね、うん、全然違った。昔の、ね、方がすごい大好きな言葉で言うと、まさに羊の皮をかぶった狼。ああ、もうそんな感じ、うん、そんな感じ、ね、そうなんですよ。これでノーマルバンパーにしちゃったらもう分かんないもんね。もう分かんないです、全然分かんないですよ。ノーマルバンパーでね、普通のにしちゃうと。そう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 、なんかこの辺なんか出てるわけでもないし、ね、抜かされた方は嫌な顔するだろうね。もうね、 Z とかでブーンって走っててすげえ煽られちゃったりなんか、ね、ただもう峠なんかでね。すごいわ。ガンガン踏んでいけて、しかも NA なんで、うん、やっぱ僕なんかも前趣味でちょこっとだけさっきから走りますけど、うん、NA いいところいっぱいあるんで、もう本当に、まあ、保証とかも全部つけられるスポーツカーだけど、はい、つけられる、つけられる、つけられる、年式新しいのが店ですよ、うん、そう、あ、そうですよね。27でも7年経過してるわけじゃないですか、はい、7年経過なんで、まあ、例えばコーティングがちょっと安くなるとか、なんか
10種類をちゃんとサービスで全部交換してくれるとか、その辺はぜひ私に交渉してくれと、交渉してくれと、なるほど、なんとかします、まあ、全国、まあ、まずは乗ってみてもらいたいね、もうこれね、これでもうこの天禄クラスのなんか楽しげな車ないかなって探してる人、まずは一回ねちょっと乗ったことなければ、あとは意外とあの、GTR とか、うん、あと Z34 のニスモ、うんうんうん、この辺り乗られてる方で、うん、やっぱもう正直ワインディング飛ばしてくださいとか気持ちよく走ってくださいとか首都高頑張って踏んじゃってくださいみたいなことってできないじゃないですか、今パワーありすぎるしね、車でかすぎるしね、もうそれはもう GTR とか Z はもう家の綺麗なところにこう飾っといて、そうだね、たまにこう綺麗に洗って、うんうん、でこっちで、うんうん、あのワインディングブイブイやっても、うんうんうん、もうすごい回って、うわすごい飛ばしてると思っても60キロぐらいしかでもそういう気持ちよさあるもんね、気持ちよさとがあるんで、あの GTR とか Z で、ね、この辺で運べなんて言ったら、うん、多分持て余しちゃう、まあまあそうだね、回せるなんていない、ドライビングを楽しみたいっていうんだったら、こっちだね、こっちの方があのアクセル床まで踏み切れる楽しさっていうのは、うんうん、あるやっぱりこの辺なんですよね、やっぱりいろんな馬力すごい出てる車とか、うん、そういうすごいハイエンドなスーパーカーだったり、うん、スポーツカー乗ってる方でもやっぱり1台はこういう車をお持ちだったりするんで、すごいわ、今でいうホットハッチボーイズレーサーもうこれでしょって僕なんか思っちゃいますけど ね、うん、ねこれとかスイフトとかその辺でもみんなバチバチ、だからこれをさもうちょっといかつくさ、はい、バーフェン組んだりしてさ、はい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 、ちょっといかつくして、はい、ちょっとこう存在感もうちょっとね、そうですね、ちょっとこれね、うん、ちょっとね奇抜でもいい、もうちょっと車高落としてのあそうです、ね、うん、バーフェン入れてのアルミちょっと入れてのでやったらまたちょっと変わるんじゃないですかね、その辺は変わると思います、ね、素性はいいからね、楽しみが増えますねこれもね、なおかつ使い勝手はもうプリウスより売れてた、そうだよね、はい、ノートなんで、そうだよね、使い勝手は言うことないんで、うん、もうトランクに荷物は乗るわ、人はもう乗るわ、新婚さんのお父さんもチャイルドシートつけちゃうよ、あって乗ってきちゃう、ね、後ろもフックかかったもんね、そ う、 そ う、 うん、そんなのもガチャってつけれちゃったりして、そうだね、もう至れり尽くせりだね、至れり尽くせりのもそんなところで、もうなんだったら奥さんもマニュアル免許持ってるんだったらね、これ家車で1台で、そうそう、ちょっと借りちゃうレベルなんで、いけるいけるちゃうんで、運転好きって方だ、運転好きとかスポーツカー好きとか、うん、あとホンダ車結構好きな方なんかいいかもしれないですね、そうだね、でなおかつランニングのコストがきっと安いと思う、安いっす、今の車スポーツカーになんか買うよりはまず壊れないでしょ、壊れないです、で燃費もいいでしょ、いいです、もうその時点でアドバンテージがあるような気がするんですよね、でタイヤもね、まあにまあ、ちょっとタイヤはね大きめですけど、うん、でも昔今のいうね19インチとか20インチとかに比べたら全然安いんで、うん、あと車軽いんでタイヤも言うほど減らないんで、そうだね、ブレーキパッドも車軽いんで言うほど減らないんです、よっぽどエルヤッツとかつけなければ、いいわこれ、うん、今一押しの、店長一押しの、あ結構進めてるんですけど誰も分かってくれないここまでの熱い思いを誰も分かってくれない、結構これ好きなんですけどね、いやあのそれはね言われてて乗って初めて分かったんで、うん、ちょっとあのスポーツカーのジャンルに入れ直しますよ、はい、うん、これとあとマーチ、マーチニスモと、うん、最高、楽しげな車を探してる人にはぜひこれを見ろ、うん、この動画をまず見ろと、そうですね、まずちょっと見てもらって、でセールストークを聞けと、あ僕の熱い思いを、そうノートに対ノートとマーチに対する対する実は熱い思いを、熱い思いを聞けと、はい、でそれでも分かんなかったら乗りに来いと、うん、乗りに来いと、そうだね、でも乗ったらわかるわ、乗ったらわかりますね、うん、え、これ意外に あれみたいな、そう、そう、ね、いや、ね、店長これ乗ったらすごいねってなるもんね、なるん、うん、なるなるなる、面白いでしょ、面白い、ね、いや、いい車ですよ、超いいよ、もう本当にもう、そう、もうこれもうね、まだそんなに復旧してないのかなーって結構不思議でならないですね、さ、まあサーキットであんまり見ないもんね、見ないです全然、たまーにマーチニスモはいたりするんですけど、うん、多分
多分インターネットとかでいろいろカタカタやってるところだと、いろいろ情報を仕入れてってやってるところだと、あのニスモさんとかの総合会だとめちゃくちゃいるっぽいんですけど。あー、なるほどね。ただそれ以外は、そうか、そうか、まあ車好きでもやっぱりジャンルがいろいろあるからね。あ、僕なんかフラット富士スピードウェイとかルンルンって言っても、まあ見ないっすからね、うん、やっぱりショートコースも。そう、まあ、レーシングコースは知らないですけど、うちの走行会もあんまり見ない。見ない、ね、マーチはやっぱりね、昔のあのマーチとかは、そう K1、2とか1、1あたりはたまにね、はいはいはい、学生から乗ってて、それをもう、はい、魔改造しましたみたいな、いろいろ。まあ、店長のこれだけ熱い思いのある車なので、興味のある人が来たら、なんかいいことがきっと、なんかいいことが、なんかいいことがね、なんかきっと、なんか雑談しましょう雑談しましょう、ね、トーキングアバウトです。トーキングアバウトとまあやっぱりね、形に残るものでね、なんかこうちょっと、そうですね、なんか、うん、ね、これだけまあもうお金じゃなく商売じゃなく、一回乗ってその思いをね、思いを、いやもう、分かっていただける方、いいっすねっていうのを共感してもらえ、共感してもらえれば、共感してもらえないと、多分ちょっと僕と仲良くなれない了解しましたまあ仲良くなりたい人はいるか分かんないですけどじゃあまあでもこれはおすすめで、おすすめです、はい、本当におすすめですよ、これ。じゃあやっぱ嘘言わない、うん、そうだね、嫌なもの嫌だって、OK、車に関しては。じゃあそんな形で今週今月ゴールデンウィークのおすすめ車両だね。そうですね、うん、はい、ゴールデン期間中にもし契約してくれたら、なんかいいことがあるかもしれない。おしゃべりトークだけだったりしてね、本当に。なんだったらもう一緒に走行会行きましょう。あ、走行会無料ができるかもしれないね。ああ、そうですね。いいすね。そうだね。走行会、大沼くんがレクチャー しながら。お、そんな上手くないっすよ。そんな上手くないっすよ。大沼くんがレクチャーしながら、走行会を無料で走れる場所も提供します。場所も提供します。あ、いいかもしれない、これ。ゴールデンウィークでもまだ、富山全然水あるし、うん、最初に、うち次は筑波か。5月31日。31日、筑波ですよね。うん。筑波の線で。筑波の線で。ショートサーキットだし。そう。いいかもしれないね。全然いいじゃないですかね。うん、まあ、もう本当に、運転上手くなりたいとか、うん、もう走りたい。けどスピード出したい。けどもう今、もう一般行動ダメっていうところだったら、サーキットで、皆さん楽しみましょうっていう。うん、そうですね。どうなんですか。じゃあ、もう買っていただいた方には、大沼くんの、ドライビングレクチャーとサーキット1回無料がついてきますよ。サーキット1回無料はいいですけど、多分、うん、ゴムとはなんかいらないって言われちゃいそう。それ、まあでもほら、こっち、つくはこっち遠いから、あ、そうです、どうです。朝集合して、一緒に行って、そう。それも一緒に、やりますよと。だから初めての人も、受付がわかんないとか、どうしたらいいかわかんないとかってあるじゃないですか。そしたらもう、だからもうオルマくんが、先導して、はい、もう全部至れり尽くせりで、そう僕あの時期張りますんで、そう手もあるんです、そう全然やります。それでリザルト持ってきました。あ、そうそれで行きましょう。それで行きます。了解です。わかりました。多分うちの落合君も多分朝行くときは一緒についてくると思う。ああ、そうだね。前と後ろ先導者だね。もう先導ともう自己プレジデントとプレジデント、もうプレジデント、そう、真ん中に挟んで行こうと。もう危ないんで。いいね、あれもうやばいっす。じゃあそれでいきましょう。それでぜYeah.